はい、こんにちは。どうもなにこれ、ダブルピース久しぶりに見たんやけど。どうした、どうした恥ずかしい。すいません。どうも。はなはな小野真紀子でーす。流行らしていこう、一周回って流行らしていこう。この裏ピースとかしてる場合じゃないから今。裏ピースもね、みんなせえへんと思うで。そうですよね。なんとなくうっすら夏も終わりかけてうん、ほんまよ。暑い暑い暑い夏が終わりまして、でもまあこの実りの秋に向けて花々ちょっとずつね、はい、出す予感、あれこれ出す予感どこ出しとんねんって言って、はい、いけません。はい、今日も素敵な方から、はい、お祝いのコメントが、うん、20周年のお祝いコメントが届いてますので、はい、見ていきましょう、はい、どうぞどうぞ。花花さん、20周年おめでとうございます。宮島です。実は私はですね、16歳、17歳ぐらいの時に、地元淡路島でお二人の歌を聴いていました。ライブでもちゃんと見させていただいてですね。そうそう、ああよかったを聞いて、すっごい素敵な歌だなと思って、妹と感動したのを今でも覚えています。それから十数年経って、舞台で共演することになって、そこからすごい仲良くしてもらってるんですけど、こちらこそ、私はお二人のことが大好きであり、お二人の歌が大好きです。こちらこそ。なので20周年と言わず、30年、40年、50年続けてまして、これからもお二人の歌を聴かせてください。頑張ります。ということで楽しみにしております。宮島でした。ありがとうございます。はい、宮島ちゃんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとう。なんか嬉しい、うん、シュッとしてはったね。ほら、なんかほら、普段の真央ちゃんを知ってるからさ。そうね、そうね、もうでも長い付き合いですよ、真央ちゃん。そう、ね、考えてたら何気にね、16歳最初のね、17歳の時ね、ライブ淡路島で見てましたっていうのを、最初の舞台ご一緒した時も言ってたよね、妹さんと、うん、実はって言って言ってくれて、で同じ、まあ兵庫県出身なんでね、意気投合しまして、うん、はい、なんかよくさせていただいてますが、最後だけちょっと自分で笑ってしもてはって可愛らしかった。真央ちゃんはいつもお稽古の時とかにすごい面白いアニメのキャラの変な靴下をいつも履いてるの。私去年のお稽古の時に、うん、真央ちゃんだけやん、前の作品から共演したことがあったんだ。そうそうそう、みんななんかちょっとまだ人見知りしてる時に、まおちゃんの靴下だけが異常に派手で、ねえ、それ今日はなんなん、今日はなんなんみたいなんで、みんながこう打ち解けるみたいな。ありがたい。なんかいつもちょっとまおちゃんの靴下に目が行く感じやったの。そうなんです。本当に、まおちゃんのお芝居本当に大好きやし、役柄によってね、前ね、最初に一緒やった時は高校生の役で、そうそうそう、その次奥さんの役で、抜群の制服姿で美脚を披露してくださったと思ったら、次はこう、うん、優しいこう、うん、奥さんの、うん、チャキチャキのね、そうそう、うん、そして愛情深い奥さんの役柄で ね、私も同じシーンでご一緒してたんですけども、うん、そうやね、よかったわ。最後ちょっと見つめ合ったりしてね。あ、そう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 。ちょっと照れつつね、泣きつつね、してました。そうだよね。いいですよね。ね、うちらも本当いい経験をさせてもらって、ね、でもまおちゃんらみんな優しく、こんな初心者の私たちを迎えてくれてね、嬉しかったですね。そうなんですよ。俳優さんの中にポツンとね。ほんまに。でも仲良くしていただいて嬉しかったです。うん、はい、ありがとうございます。まおちゃん、ありがとうございました。またこれからもどこかでぜひ会いたいな。はいはい、ということで今日は宮島真央さんコメントいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回次回
どなたからかメッセージが届いたらご紹介したいと思いますのでお楽しみに。以上、はなはなでした。